ロン・バンブルフットサールはアメリカ合衆国のロックミュージシャン、ギタリスト、ボーカリスト、ソングライター。Guns N' Roses、Sons of Apollo、Asiaなどのメンバーとして、またソロアーティストとして知られる。バンブルフットはサールのニックネーム、または自身のバンド名を表す。1969年、ニューヨークブルックリンに生まれる。5歳の時にキスの地獄の狂獣キスライブを聴いてミュージシャンになる決意をする。6歳になるとギターを習い始め、曲を書くようになり、マルチトラックレコーディングの技術を習得する。7歳で音楽の勉強を始め、13歳でギターレッスンなど音楽を教える立場になり、その後、いくつかのバンドでライブやレコーディングをする傍ら、20代前半までにニューヨークやニュージャージー州の音楽学校の講師を務めるようになる。2003年からはニューヨーク州立大学パーチェス校において非常勤教授として音楽制作に関する講義を行っている。1989年、ギター雑誌に送ったデモテープがシュラプネルレコーズのマイク・バーニーに認められ、1992年、様々なギタリストによる楽曲を集めたオムニバスアルバム、オミノスギタリスツフロムザ・アンノーンに取り上げられる。1995年、シュラプネルレコーズからファーストアルバム、The Adventures of Bumblefoot をリリース。以降、多くのリーダーアルバムを発表する。2006年、Guns N' Rosesにバケットヘッドの公認として加入する。2008年にリリースされたアルバム、チャイニーズデモクラシーの制作に関わり、ワールドツアーにも参加する。2014年脱退。2009年、リタ・フォードのツアーに参加する。同ツアーには、2002年からバンブルフットのメンバーである、デニス・リー・フラングも参加。2011年、ガンズ&ローゼズのツアーの合間を縫って、長年親交のあったジョン・ボッタラと共に、アート・オブ・アナーキーを結成。ボーカルにスコット・ウェイランドを迎えて、2015年、アルバム、アート・オブ・アナーキーをリリース。2015年12月3日、ウェイランドが死亡。後任に、スコット・スタップが加入し、2017年、セカンドアルバム、ザ・マッドネスをリリース。2013年、トニー・ハーネルが結成した、トニー・ハーネル&ザ・ワイルド・フラワーズに参加し、アルバム、トニー・ハーネル&ザ・ワイルド・フラワーズを制作。2017年、デレク・シェリニャン、マイク・ポートノイ、ビリー・シーンが、それまで活動していたプロジェクト、PSMS を発展させる形で結成した、サンズ・オブ・アポロに参加する。2019年4月、Asiaに、ボーカリスト兼ギタリストとして加入したことを発表。同年夏、イエスの北米ツアー、ザ・ロイヤル・アフェアーツアーに出演する。DoubleBfootギターを弾くロン・サール・サールは、1997年からビジェ社とエンドースメント契約を結んでおり、同社が制作したDoubleBfootと名付けられたダブルネックギターをメインに使用している。また、長年コルト社製のアコースティックギターを使用している。バンブルフットとは、歯粒症という、猛禽類の足裏において皮膚が炎症を起こす感染症の一種であり、1993年、サールは、当時獣医学校の学生だったガールフレンドの研究を手伝っている際に、歯粒症を発症した鳥の治療に携わった。治療法として、痔のクリームを鳥の足にこすりつけて、包帯を巻きつけるものだったんだけど、それがすごく滑稽な経験だったので、バンブルフットという名前の奇妙なスーパーヒーローについての曲を書いてみようと思ったんだ。バンブルフットと名付けられた曲は、アルバム、The Adventures of Bumblefootに収録され、自身のバンド名にもなったが、結果的には彼自身を表すニックネームとして定着する。なお、The Adventures of Bumblefootの収録曲には、他にも、オーフ、スクレーピー、ブルータンなど動物の感染症にちなんだタイトルが付けられている。インタビュー・ウィズ・ガンズ・N・ローゼズギタリスト、ロン・バンブルフット・タール。メタリティ、2021年7月18日閲覧。AB、アバウト・ロン・バンブルフット・タール。バンブルフットオフィシャルウェブサイト、2021年7月18日、閲覧。エクスクルーシブハウロンバンブルフット、タールウェント、フロムスタンディングアットデスズドアツービカミングワンオブザ、ワールズグレイテストギタリスツ。チームミワット、2021年7月18日、閲覧。リデン、トム、ロンバンブルフット、タールインタビュー。アンティムーシク、2021年7月18日、閲覧。アンインタビューウィズロンタール。W3M3 ウェブマガギネ、2021年7月18日、閲覧。AB、バンブルフットバイオグラフィー。ジャンプレ、2021年7月18日閲覧。ハルトマン、グラハム、ロンバンブルフット、タールトークスガンズ N、ローゼズエグジット、フェイバリットモーメンツ、エクスクルーシブ。ラウドアイヤー、2021年7月18日、閲覧。ガンズ N、ローゼズギタリスト、バンブルフット2ツアーウィズリタフォード。blabbermouth.net。2021年7月18日閲覧。デニス・リー・フラングアナウンスドアズセッションズドラマー 4INC S サマーリリース。インディストラクティブルノイズコマンドオフィシャルウェブサイト。2021年7月18日閲覧。アート・オブ・アナーキー・バイオグラフィー。ソニーミュージック、2021年7月18日、閲覧。ガンズ・N・ローゼズ、バンブルフット&TNTエストニー・ハーネル、ジョイン・フォーセス。スリーズ・ロックス・インク、2021年7月18日、閲覧。イエス・アナウンス・ザ・ロイヤル・アフェア・ツアー、ローンチング・ジューン・12イン・ベツレヘム、パスカル。イエス・オフィシャル・ウェブサイト、2021年7月18日、閲覧。アーティス、ロンバンブルフットタール。ビジ、2021年7月18日閲覧。ビジダブルフット。バンブルフットオフィシャルウェブサイト。2021年7月18日閲覧。アーティスロンバンブルフットタール。コート、2021年7月18日閲覧。ザードベンチャーズオブバンブルフット CD。バンブルフットオフィシャルウェブサイト。2021年7月18日閲覧。ミアスニコーフ、アロン、バンブルフットノットジャスト、エイシックネス。2021年7月18日閲覧。デビッド、ガスグリシンガー、ロンタールインタビュー。backstageaxxess.com。2021年7月18日閲覧。ありがとうございます。